皆さんこんにちは。こんにちは。ファンメイチャンネルのハルピアとコスモスです。お願いします。よろしくお願いします。今日はどこにいますか？今新大阪にいましてですね、今から東京に向かいます。寝坊しました？寝坊はしてないですよ。何も用意してないけど。いや、何も用意してないことないですよ。全然セットもしてへんし。どうせホテル行きますんでホテルでやりましょう。絶対ね、私がホテルで化粧するって言ったら遅い、早せって言うから、私は急いで化粧したのに。何ですか、あなた。あかんで。あんま1回のその失敗をそんなに言うとあかんよ。364日あなたは失敗しますからね。1日だけ成功する日ありますけど、その1日分を消化したというか、なんか何ですか、許してもらえたみたいな。あかんよ、全然許されへんからな。全然無理よ。私ね、朝は苦手なんですよ。今日は起きれました。はい、じゃあ行きましょう。もうとりあえずじゃあ早速行きましょう。はい、せーの、東京にレッツゴー。駅弁お堀さんもいます。大阪さよなら。買いました。私は海鮮弁当で、ね、飯。じゃあ開けます。私から、はい。うわ、4ブロック分かれてる。すごい、茶色。いただきます。今現在もホーム上の安全確認を行っております。一番うまそうやん。遅れが見込まれます。ご乗車になりましてお待ちください。うまそうやん。いや、鍵好きじゃないか。いや、好き嫌いの問題やろそれ。いただきます。お客様にご案内をいたします。いただきます。あ、そっち行くんや。やつかわいそう。めっちゃうまいですよ。じゃあ大堀さんもこの一角食べていいですよ。まかんよ。4分の1一まかんよ。何してんの。いや、朝から最近野菜取ってて。バラン野菜ちゃいますよ。はい、新大阪着きました。新大阪って品川やろ。品川や。帰ってきましたね、店長。こうなってるんかな。品川着きました。やったぜ。今からホテルに向かいます。買います。見てください、買いました。何？キャリー。キャリーバッグ買ったことを言うの。楽天で買いました。楽天でね、うん、アルファードタクシーがいいな。アルファードタクシーないな。エスクワイヤモドキタクシーがあるわ。エスクワイヤモドキタクシー。ホテルに着きました。一人用やからめっちゃ狭い。うわー。こさんは私の前の部屋ですね。ちょっとルームツアーしようかな。浴室、おー狭い。ルームツアーもクソもなかった。ちょ、風呂入るから待っといて。今日の定は夜に YouTube ショートのイベントがあるんで、それに行きたいと思います。はい、ということでこさんがね、お風呂から上がったみたいなんで、早速突撃してやりましょう。お邪魔します。お邪魔します。入ってきたらいいやん。おー、いい部屋ですよ。いや、一緒やろ。絶対一緒やろ。強運。宮下公園に着きました。はい、大堀さんと一旦バイバイして、宮下公園のスタバで会いましょうみたいな感じでなったんですけど、宮下公園のスタバがわからんっていう。迷子になってて、しかも大堀さんの充電 2% らしいんで。でもうないやろ、連絡取られへんやろ。うん、やばいかも。すいません、生きてますか。スタバがちょっとわからなくて。めっちゃ死ぬ。デブすぎるやろ。おった。あ、パソコンで電話してる。おった、おった。カップル多いし、ちょっと見てよ。めっちゃしんどい。もう1時間これ人間観察してたんですけど、サイクでも可愛い人とは付き合うことができるんだなっていう、すごい勇気をもらいました。何言ってんねん。YouTube のイベントまであと2時間ぐらいあります。子さん、やばいやばいやばい。何やばい、何やばい、何いいか、取ってきて。はい、取れ、赤いな。え、牛。あ、じゃあね、男の人が上って言ったら。牛おるわけないでしょ。いや、俺原宿に牛ついに飼い始めた。やばい、みかん。みかん大好き。いや、みかん大好きじゃない。いや、あ、ちゃこけ、すいません。シュリンプサンド、おいしい。シュリンプサンド。
シュリンプってエビのやつですよね。そう。まずそう。え？イラコーラ？イオシコーラ。イオシか。買ってみましょうか。ほぼ売り切れ。これ見てる。今食い出そうな顔してるじゃないですか。いや、あんまりいいやなと思って。あ、でもお金払ったです。何なんだろう。いただきます。うん。あーすごい、何これ、あのクラフトコーラ、何これって、なん か, か関東弁で出ませんよ。いや、そんなことない、キモキモないね。どうですか、楽しいですか。疲れてきた。疲れてきた。うん。はい、一旦休憩しに来ました。500円のオレンジジュースです。アサヒのプレミアムなんちゃら。氷さんはギネス。ギネス乾杯。あ、乾杯。お疲れ様です。綺麗だね。いやいや、綺麗ですね、やし。うわ、ファミマのやつやってるやん、ファミマの。ハッシュドポテト。いただきます。一つで二つの味が味わえる感じがやっぱいいっすね。わざわざ取るまでもなくないこれ。はい、やっと会場時間になったので向かいたいと思います。どこに行くとかって言ったっけ。その私は一人で喋ってる時に YouTube のイベントに行きますみたいな。あ、言ってた。言ったはず。言ったはず。アホな喋り方。じゃあ行ってきます。YouTube しよう。はい、カルビアン。もらいました。すごっ、何このクラブみたいな感じ。クラブみたい。じゃーん、 K さんと太郎さんがいました。こんにちは。はじめまして。はじめまして。俺もう全然はじめましてな気せえへんな。何ですか、思ったことある気する。ライスペーパーネギと秋戸お父さんとモグちゃんです。ご飯、ご飯、ご飯食べたい。ご飯食べよう。ご飯行こう。どうせモザイクかけるやろうけど、こんな感じです。イエーイ。ウーロン茶。食べるのに夢中で、いただきますのシーンとか撮れてなかったんですけど、こんな感じでバリジャンキーなご飯を食べてます。美味しいです。終わるからずっと挨拶したい、挨拶したい。嘘が上手いです。めっちゃ手振る。あ、手を震わす。嘘までついて。すごい嘘までついて。手を震わすという技術まで。すごいです、東京の人は。怖いな。ありがとうございます。はい、というわけで終わりましたね。終わりました。いやいや、マジ疲れた。いやいや、楽しかったけどやっぱり立ちっぱなしだったからね。あ、足が棒です。椅子あったけど、座られへんかった。いや、あそこで座ってるようじゃあかんよな。確かに。あ、見てください。何ですか。あ、もらいましたね。もらいました。全然映ってないけど。疲れすぎたんで今からもう夜も遅いで9時なんで、今渋谷でちょっとチルしに行こうかな。チル、チル、何やねんチルって。チル、まだ本当にね、素晴らしいこういう機会を与えていただきましてですね、うん、これからも頑張っていこうかなと思いましたね。そうですね、はい、日々精進してまいりますので、ぜひともこれからも皆様よろしく ご鞭撻お願いします。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。はい、ご鞭撻お願いします。はい、ではまた次の動画で。いや、まだやって。まだなんか、まだね、それしべれチルしに行くんやから。いやいや、それ取らんやろ。取るよ。一日は終わらないぜって言われるじゃん。そうですよ、一日終わらんよ、それじゃ。ご飯もまともに食べてない。はいはい、まだ終わりません。はい、ということで渋谷に着きました。いや、なんか今日の一日すごい。バカほど足痛いけど、これから頑張りますよ。まだまだ頑張りますよ。いや、頑張るんやったらもういかんでよくない。なんで頑張るん。自分の後輩がやってるお店なんで、よかったら。チルですか。全然チルじゃないです。池汁とっつぁんです。勝手に宣伝やしないでもらって。厳しい、厳しい。なんか大堀さんが激チルな店が推してるみたいなんで、激チル居酒屋今から行ってきます。生か。はい、じゃあ乾杯。乾杯。どうした。ありがとうございます。飲んでるけど。馬刺しとエビ来ました。まだ回します。ちゃんと口角上げてくれて。触るの嫌やろ、あんたもここ触るの。疲れてる。いただきます。生姜もね、つけてね、ネギもちょっとね、つけさせてもらいまして、いただきます。うん、まい。はい、美味しかったです。子さんがなんかベロベロなってきたんで、もう帰ろうかってことになりました。もう一杯半でベロベロでございます。もう疲れがすごいです。じゃあまだみんな次の動画を見てね。はい、バイバイ。今日はじゃあもう上がらせてもらいます。じゃあバイバイ言うといてください。お疲れ様でした。はい、疲れ様でした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。
編集してたら2時50分になりました。今こそ何してるのかちょっと見に行きたいと思います。もういい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 、ほんまにもういい、ちょっとやめて。寝てました。ちょっとやめて。あ、ちょっとうるさいから閉めよう。ちょっとほんまにもういい。寝てました。寝てるやん。ちょっとやめよう。ほんまにやめよう。ちょっともういいな。ちょっと何しろマジで。一緒に寝ようかなと思って。そう。はいけもう。もうええて。もうはいけ。じゃあおやすみ。おやすみなさいませ。でもないんか。むずいな。お休みの敬語って何なんやろな。もうええわ、早いけ、もう。早いけ。